解説の霊夢です。アシスタントのマリサだぜ。このチャンネルでは、第二次大戦の兵器を中心に解説しているよ。前回、実戦に投入された無線誘導の無人機を解説したけど、アメリカには他にも実戦投入された誘導兵器があったよ。ドイツの誘導兵器は結構知られているけど、アメリカのは、あまり知られてないよな。実はアメリカでもたくさんの誘導兵器が研究されていて、そのうちのいくつかが、実用化されて実戦にも投入されているよ。前回の海軍の無人攻撃機が、そうだったよな。今回は、無線誘導爆弾映像について解説するよ。お願いします。大戦中、アメリカが開発していた誘導兵器は、BQ シリーズ、VB シリーズ、GB シリーズ、BG シリーズ、BD シリーズ、JB シリーズなど、多くの誘導兵器が計画、開発されていたよ。こんなに色々と開発されていたのか。前回解説したのが、BD シリーズの攻撃型ドローンだね。今回の AZ-ON は、VB シリーズの誘導爆弾で、米国防研究委員会 NDRC が、1942年には開発を進めていて、1943年5月には、B-24 や B-17 などの爆撃機からの投下テストが行われて、通常爆弾より高い精度で、目標に命中することが確認されたよ。同時期には、ドイツでも誘導爆弾が開発されていて、1943年9月8日には、実戦投入された誘導爆弾が、戦艦ローマを撃沈したよ。フリッツ X だな。誘導爆弾では、フリッツ X が一番有名だね。これはかなりの衝撃だったみたいで、アメリカの誘導爆弾の開発が一気に進んだよ。あれは連合軍に、かなりのインパクトを与える出来事だったんだな。そして1944年初頭には、映像が完成したよ。第8航空軍司令官ジェームス H. ドーリトル中将は、この誘導爆弾が強量などの精密爆撃に適していると判断して、2000セットが発注されたよ。映像は、ANM65 戦ポンド爆弾の後部に、無線誘導ユニットを取り付けた構造になっているよ。無線誘導ユニットは、爆弾のフィンを外して、ボルト止めするだけで取り付けられるようになっているよ。汎用の爆弾が、すぐに誘導爆弾になるのか、うまくできているな。無線誘導ユニットは、ジャイロと 24V バッテリー、受信機、ラダーエルロンコントロール用のモーターと、ソレノイドで構成されているよ。ジャイロを使って、降下中に弾体が揺れるのを防いでいるよ。それからバッテリーの寿命は、約3分となっていたみたいだよ。3分動作すれば十分なんだな。フィンとフィンの間には、受信用のアンテナが貼られているよ。ユニット自体も、コンパクトにまとめられているよな。誘導側の機体後部には、アンテナが3本ついていて、2本がエルロンラダー操作用の電波を出して、1本が煙を発生させる、スモークジェネレーターを起動する電波を出すようになっているよ。送信機は出力 25W で、15の異なった周波数に切り替えられたよ。ユニット後部のスモークジェネレーターからは、落下するときに、炎と煙を吹き出すようになっていたよ。なるほど、煙の線を見ながら誘導していくのか。煙は色分けされていて、赤、白、緑、黄色から選べたみたいだよ。複数の爆弾を投下したときに、色で区別するのか。それから電波の周波数は、定期的に変えることになっていたそうだよ。これは敵に周波数を知られて、妨害されるのを防ぐためだな。爆弾のコントロールは、BC-1156 というジョイスティックを使って行われたよ。上下左右だけの操作だからシンプルだな。ただ、いくら誘導爆弾でも、投下する位置が悪かったら、誘導しきれないで外れることが多かったみたいだよ。最初にどれだけ正確に投下できるのかに、かかっているのか。ここで、ドイツのフリッツ X についても簡単に触れておくよ。誘導爆弾の宣伝をつけたのはドイツだからな。開発の経緯は、スペイン内乱の際に、航空機から投下した爆弾を、航行する艦船に命中させるのは難しかったことから、遠隔操作できるようにしよう、という発想が元になっていて、1939年、250キロ爆弾に、無線操縦のスポイラーをつけた爆弾の実験が行われてから開発が進んで、1942年頃から HE-111 での投下実験や、ペーネミョンデで風洞実験が行われたりして、1942年秋にはほぼ完成していたみたいだよ。
1943年には、ドイツより天候の条件がいいイタリアに実験場を移して、テストと改良が続けられて、同年9月に降伏して連合軍に投降した、戦艦ローマとイタリアをフリッツ X で攻撃して、両艦に命中弾を与えて、ローマを撃沈、イタリアを大破させているね。これは連合軍にとっては、衝撃的なことだよな。フリッツ X の構造は、弾体の前部に4つのフィンがついていて、後部の枠上の安定翼に、ソレノイドで動作するスポイラーがついていて、墓地からジョイスティックを操作してスポイラーを動かし、目標に誘導するよ。弾体には、安定した落下をさせるためのジャイロが装備されていて、落下中はビブからフレアが出るようになっていて、オペレーターは、これを見ながら操作するよ。映像とかなりよく似た構造と操作法だな。同じような機能を持っているから、同じような構造になるんだね。フリッツ X は、5000から8000メートルの高度で投下すると、音速に近い速度まで加速されて、鉄鋼弾が装甲をぶち抜くんだね。フリッツ X は、アメリカの軽巡洋艦サバンナや、イギリスの戦艦ゴーストエイトにも命中弾を与えているよ。すごいな、アメリカとイギリスの軽巡と戦艦にも命中させているのか。世界初の誘導爆弾としては、なかなかの戦果を上げていると言えそうだね。エイゾンの最初の実戦投入は、ノルマンディ上陸作戦の支援として、ドイツ軍の要塞砲、U ボートの艦ドック、橋梁を爆撃する作戦だったよ。上陸前に叩いておくんだな。初出撃は1944年5月23日、第8航空軍の B24 1機に、エイゾン4発を搭載して、護衛の P51 8機と共に、ノルマンディ内陸の橋梁4箇所爆撃に向かったよ。そして良好な天候にも恵まれて、4箇所の橋梁の破壊に成功したそうだよ。4発で4箇所破壊って、すごい成果だな。いい条件下では、命中率がいいんだね。でも、5月31日のセーヌ川の橋梁爆撃は、うまくいかなかったよ。この時は、5機の B24 に、41機の護衛がついた爆撃だったけど、命中弾を得られなかったみたいだよ。やっぱり手動で、細い橋に誘導するのは、難しいのか。その時のいろんな条件で、命中のしやすさが変わってくるんだろうね。戦場には、不確定な要素が多いからな。ノルマンディ上陸作戦決行後の6月22日には、第9航空軍の B2069機が、エイゾンと通常爆弾を併用して、ロアール川の鉄橋を破壊することに成功しているよ。今度は成功したのか。通常爆弾と併用したり、いろいろ試していたんだな。実戦での戦訓から、いろんな修正が加えられて、精度が上がっていくんだね。その後ヨーロッパでは、山岳地帯の橋梁爆撃に使われて、ドナウ川、アビシオ川の橋梁破壊に成功しているよ。太平洋戦線でも、1944年12月27日に、第10航空軍が、ビルマで日本軍の補給路にある橋梁を爆撃して、破壊することに成功しているよ。第10航空軍機下の第7爆撃グループは、最終的に459発の映像を投下して、27箇所の鉄道と橋梁の破壊に成功したそうだよ。これはなかなかの戦果じゃないのか？陸軍航空軍では、映像の精度は10から 15% と判断されたよ。そうか、そんなもんなのか。最終的な評価としては、思ったほどの戦果を得られていない、とされているみたいだよ。もっと命中率が高いことを期待していたんだな。思ったほどの成果が出なかった理由として、投下高度が高すぎると、目標がかすむとか、落下速度が速すぎて、コントロールが難しくなったり、目標付近の運用が 20から40% で、誘導できなくなったりしたからだよ。なるほど、雲が邪魔して誘導できなくなるんだな。現地の運用に左右されてしまうんだね。コントロールするオペレーターの能力にも左右されそうだな。それから誘導している時には、母機は水平飛行を維持する必要があるよね。対空砲火のいい目標になってしまうんだな。これはフリッツ X も同じで、投下後は速度を落として水平飛行する必要があったよ。フリッツ X は、途中で中止になっているみたいだけど、これは母機が連合軍の戦闘機に、撃墜されてしまうことが多くなったからみたいだよ。やっぱりそうなるんだな。あと、無線誘導爆弾の弱点として、敵に妨害電波を出されたら、誘導不能になるというのがあるよね。
これをやられると辛いよな。フリッツ X が使われ始めると間もなく、アメリカ海軍調査研究所がフリッツ X 対策用に、XCJ ジャミングトランスミッターという送信機を作って、駆逐艦や護衛駆逐艦に装備したよ。これは、フリッツ X を操作する送信機から発信される、48.2 から 49.9 メガヘルツの電波を妨害することができたよ。アメリカは対応するのが早いな。エイゾンは、定期的に周波数を変えていたんだよな。同じことを敵もやると、想定しておかないとね。ドイツもアメリカも対戦中に誘導爆弾を開発して、実戦に投入したけど、思ったほどの戦果は、上げられてないみたいだね。天候に左右されたり、オペレーターの技量で、命中率が変わってくるからな。敵地の真上を飛ばなきゃならないから、対空砲火とか迎撃機に攻撃されたりもするしね。これを開発、生産、実戦部隊への配備をやる労力と戦果を比べたら、あまり割に合わないということか。目視しながら誘導する誘導爆弾の限界だよね。まあ、戦艦を撃沈したり橋梁や鉄道を破壊したりと、相応の戦果を上げているみたいだけどな。当時これらの誘導爆弾を実戦投入したのは、大したものだけどね。このエイゾンは、改良型のレイゾンが開発されたけど、完成したのは大戦後だったよ。そして現在、JDAM という汎用爆弾に取り付ける誘導装置に進化しているよ。管制誘導や GPS を使って、ほとんどピンポイントに爆撃できるやつだな。というわけで、今回もご視聴、ありがとうございました。